ナイスです。そのまま返します。鋭い読みでカット。ヒールで渡します。ここで勢いが止まってしまいました。サイドへ振る。中に人は。ボールはディフェンスがクリア。このボールは重要です。ボールがこぼれました。タックルで止めました。スローインです。ちょっとコースが甘くなったか。カットされます。ボールを運びゴールに襲いかかります。カットしました。ここはどうするでしょうか。ディフェンスが対応します。ここで一旦ペースを落としてボールを落ち着かせます。危険な位置です。緊張感が増してきます。いい組み立てだったんですがボールを奪われましたね。このパスはダメでした。通りません。ボールがよく転がっています。ゴールを狙う。キーパー反応した。ボールを弾く。ボールがフリーになりました。副審の旗が上がりました。オフサイド。さあスタジアムのテンションが上がります。ルーズボールです。ボールはどっちだ。スペースを見る。ここはシュート。チップシュート。狙いすましたシュートをゴールへと突き刺しました。この選手はボールのコントロールが見事ですね。まさにお手本のようなシュートです。うまいですね。ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。いい形でゴール前まで持ってきました。ここでうまく対処します。考えるまでもありませんでした。攻撃は失敗し相手ボールです。シュート。難しいシュートでしたが枠を外れます。こぼれた。ボールを運びゴールに襲いかかります。素晴らしいクロスが入りましたがディフェンダーの読みが良かったですね。入るか。
ディフェンスがシュートをブロック。パスコースにはディフェンスがいます。ルーズボールになっています。鋭い読みでカット。後半戦キックオフです。ルーズボールです。ボールはどっちだ。プレーは止めません。主審が流していますね。危険な位置です。緊張感が増してきます。ベイル、シュートだ。入った。ゲット、ゴールゲット。これでリードを奪いました。キーパーも悪い反応ではなかったと思うんですが、ダイレクトで強いシュートを右に打たれました。これは難しいですね。さあ、スタジアムのテンションが上がります。ボールを取りました。さてどうする。ボールを失った。いいタックルでしたがスローインになりました。いい形でゴール前まで持ってきました。あっとこぼれた。攻撃がここで止まりました。相手ボールです。このコースは読まれていたか。ボールを運びゴールに襲いかかります。頭できた。これはいい反応でした。今度は止めましたね。いいですね。ルーズボールになっています。このパスはつながらない。ファールです。このプレーはどうでしょう。レフェリーイエローの判定です。妥当な判定かもしれません。危険な位置です。緊張感が増してきます。ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。ここはスローインが相手に渡りました。これは入れさせない。ここはゴールに近い位置でファール。十分に狙える距離です。ベイル、打ってきましたが大きく外れてしまっています。サイドからの攻撃へ向かいます。サイドチェンジです。ベイ、ちょっと消極的なパス回しです。コーナーキックのピンチ、守備陣には警戒が必要です。パンチングで出す。
ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。スタッツをご覧ください。ボール支配率はほぼ5分です。試合を見た印象通りですね。さあスタジアムのテンションが上がります。キーパーが前に出てボールを抑えた。パスコースにはディフェンスがいます。ボールがこぼれました。ボールはどうだ。ディフェンスが勝ちました。コーナーキック。ヘディングシュートです。ヘッドで捉えた。ボールを大きく押し出します。いい形でゴール前まで持ってきました。ゴールチャンス。止める。止めます。まだまだ安心できません。スローインです。ベイ、ここで勢いが止まってしまいました。出足が鋭い。カットします。膠着状態が続いていますが、試合終了まで何が起こるか分かりません。鋭い読みでカット。ボールを運びゴールに襲いかかります。しっかりと読んでましたね。ボールを奪いました。ボールを持ちました。何をするんでしょうか。ボールの動きが激しい。なんとか一息つきました。スローインです。狙ってきた。ボールがこぼれました。この時間でのセットプレーは重要ですよ。頭で合わせる。ボールはキーパーの手の中へ。危険な位置です。緊張感が増してきます。この攻撃で最後となりますか。決まれば同点に追いつきます。攻撃がここで止まりました。相手ボールです。いいところに出た。止めた。ボールが転がる。試合が終了しました。を見る。ここはシュート。ベイル。コースシュートだ。